生前大好きだったゲームの世界にヒロインのライバルキャラクターとして転生してしまい、チート級のスキルを持った勇者にもかかわらず、慎重すぎるほど慎重な性格で、ダダーン！ N 子だよ。今週も始まりました、ザ・ N 子ショー。今回はいろんな異世界転生の作品を紹介するんですけども、私見つけちゃったんです。簡単に皆さんが異世界転生できる方法を。それはズバリ、ネットフリックスで日本語字幕、日本語吹き替えなしでドラマや映画を見ることです。例えばインド映画を見て、日本語吹き替えなし、日本語字幕なしで見るとしたら、自分の知らない言語で、自分の知らない土地で行われている物語、もうそれはまさに異世界なんじゃないかなって思います。皆さんもぜひ異世界を旅行しませんか？それでは今週もザ・ N 子ショースタート。 Weekly Favorites。 今週も私の独断と偏見で選んだ作品をご紹介。テーマはこちら、おすすめの異世界転生系アニメ。今や一大ジャンルとなった異世界転生系アニメ、ギャグに振り切っていたり、シリアスなストーリーのものもあったりと、一ジャンルの中に多様なあり方が混在する新しい切り口のアニメです。今回はそんな異世界転生系の作品の中から、私のおすすめをいくつか紹介しようと思います。まずはこちら、この勇者が俺強えくせに慎重すぎる。異世界に召喚された竜宮院聖夜がチート級のスキルを持った勇者にもかかわらず、慎重すぎるほど慎重な性格で、相棒のリスタルテや仲間を振り回しながら世界を救済していく冒険を描いたこちらの作品。異世界にチートを持って転生する作品はたくさんありますが、この作品の特徴はその恵まれた力に過信せず、しつこいほど用心を重ねて敵を倒していく様が痛快なところにあります。弱いキャラクターとして定番のスライムに対しても、完全な灰になっても攻撃魔法をやめないなど、主人公聖夜の慎重さが極端でもはやギャグになってしまっているのが本当に面白いです。女神でありこの作品のヒロインであるリスタルテとの会話は、主人公の異常さに対して欲しいツッコミをバシッと入れてくれる、まるで息の合った夫婦漫才のようにテンポがいいです。世界を救うために仲間を集めたり、強敵と戦ったりと、王道ファンタジーな要素がありながら、主人公のちょっとねじれた性格だけでギャグになっているのが本当に面白いです。あっという間に1話が終わってしまうほどテンポがいい、気軽に見れるアニメなので、皆さんもぜひ見てください。続いてはこちら、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった。事故に遭って命を落としたオタク女子が、生前大好きだったゲームの世界にヒロインのライバルキャラクターとして転生してしまい、自分に降りかかると分かっている不幸な未来を回避するために奮闘する様子を描いたこちらの作品。主人公が生前没頭していた乙女ゲームフォーチュンラバーでは、転生してしまったカタリナ・クラエスはゲーム内の主人公に対し嫌がらせをする悪役でしたが、転生を自覚した後は貴族とは思えないような立ち振る舞いと優しさで、無自覚に周囲の人を引きつけていきます。本来ゲーム内のヒロインの攻略対象である人物や、それぞれのルートのライバルキャラ、そしてヒロインまでも次々と引きつけることから、周囲からは転生の人たらしと呼ばれるなど、本来の役である
悪役令嬢とは真逆の愛されるキャラクターとして生きていきます。その一方でカタリナは破滅エンドを回避して天寿を全うすることを目標としているためか、他者からの好意に気づかず恋愛とは無縁な振る舞いをしてしまう鈍感なところもあったりと、もどかしくもあり応援したくなる魅力的な主人公です。悪役がいい人になって物語が始まるという斬新な切り口で、今までのラブコメとはまた違った楽しみ方ができますので、ぜひ見てください。続いては異世界転生ではないのですがご紹介します。働く魔王様。勇者一行に追い詰められた魔王とその腹心が異世界のゲートを通って逃げ延びた現代の日本で、魔王の力を取り戻すために人間の姿でリアルに働く姿を描いたこちらの作品。魔王を追って日本にやってきた勇者のエミリアと現代日本に適応してアルバイトを始めた魔王とのやりとりが、バトルものでありながらもどこかコメディーに見れる内容となっていて、本当に面白いんです。魔王がアルバイトとして働くお店が、皆さんもご存知な黄色い文字のハンバーガー屋さんという点も親近感が湧くポイントなのかなと思います。そして魔王はやはり王を務めるだけあってすごく優秀なので、とても合理的にお店の業務をこなしていったりと、納得感のあるギャグという新しい面白さもあります。最近2期の制作も発表されましたし、ぜひこの機会に見てほしいです。近年様々な異世界転生系アニメが出ていて、どれも世界観や設定に特徴があってすごく面白いですよね。これまであまり見てこなかった方もぜひこの機会に触れてみてほしいです。以上、ウィークリーフェイバリッツでした。 N 子に教えて。今回も視聴者の皆さんに私がまだ見ていないアニメをおすすめしてもらおうと思います。皆さん、私におすすめしたいアニメをざっくりと紹介してください。今回おすすめしていただいたアニメはこちら、黄色モザイク。これは確かに見たことないですね。早速じゃあホームページを見てみましょう。可愛らしい女の子たちが出てきました。イギリスにホームステイをしていたんですね。帰国後も外国への思いを募らせていた忍にある一通のエアメールが届きます。アリス・カータレット、ホストファミリーの一人娘で金髪碧眼の英国少女。でもなんかすごい絵から見るに私が好きそうな、なんかほのぼの日常系かなって思いますね。日本のことを外国の方におすすめするとか、教えてあげるっていうようなストーリーはもうほのぼのしかしないですよね。なんか私はどちらかというと、そのまあ金髪碧眼のこの少女たち側の方が近い存在ですね。日本の学校に体験入学をしたことがあるんですけど、その際もなんかやっぱりいろんな文化の違いとかを感じましたし、それを楽しんだ記憶があります。なんか特に私にとってはなんかいろいろと刺さるんじゃないかなって思いますね。でこちらの作品は1期2期を経て今度劇場版もあるそうなんですね。なのでその分たくさんの方がこちらの作品を応援していて、すごく長く続いている作品だと思うので絶対楽しめますよね。こういった日常系のほのぼのアニメは OL 羊の生命体の私にとってはすごく重宝するので、1話ずつ噛み締めながら見ていきたいと思います。教えていただきありがとうございました。時間を見つけて見てみようと思います。以上、N 子に教えてでした。 N 子に質問コーナー。
今週も皆さんからいただいた質問に答えていきます。それでは早速いきましょう。まずはこちら、 Where's the super chat button? ないですね、スーパーチャットボタンは。 Netflix は皆さんから契約料をいただいているんですけども、こちらの Netflix アニメ YouTube チャンネルは無償で皆さんに提供しています。なのでその気持ちだけいただきます。で、その気持ちがあればぜひチャンネル登録、高評価ボタン、そして友達への共有よろしくお願いします。じゃあ次の質問。 You said depending on the region for the live action shows, are there often differences? 配信権っていう権利がありまして、国や地域ごとに異なってくるんですよ。一つの作品をもう全世界で配信しちゃうよっていうのは結構難しかったりします。なのでまあ地域や国によっては見れる作品、見れない作品が結構あるんですよね。こちらでちょっとご理解ください。じゃあ次の質問。 What are some of your favorite English dubbed anime? And what anime do you recommend only watching with Japanese voice actors? そうですね、私はオリジナル言語が英語だと日本語の吹き替えをよく見るんですけど、あまり英語の吹き替えを実はあんまり見てないんですよ。なのでむしろなんかおすすめしていただきたいですね。なんか噂ではまあビースターズとか英語吹き替えがすごくいいっていう噂を聞くので、その辺の作品から英語吹き替え版も見てみたいと思います。で、逆に日本の声優さんの吹き替えでおすすめなのは、もしその作品がすごく好きだったらぜひ日本語吹き替えでもその作品をもう一度見ていただければ、なんか新しい発見とかあるんじゃないかなって思いますね。じゃあ次の質問。 ¿Cuáles son tus animes favoritos en emisión de este 2021年? まだ今年は終わってないので、ちょっとなんか言い難いですね。なんかネットフリーオリジナル枠でもなんかもういっぱい作品あるし、ネットフリーオリジナルじゃない枠でもたくさんの面白いアニメがいっぱいあるので、ちょっと選べないです。では最後の質問。 Te has enamorado alguna vez? 恋ぐらいだったら落ちたことあります。 Fall in love、 ラブの方だったらちょっとわかんないですね。なので、まあ、需要があればこういうなんか恋愛相談室みたいな企画とか面白いかもしれないですね。いや、もう今回はちょっと難しい質問ばかりであまり答えられなかったかもしれないんですけど、さまざまな質問ありがとうございました。まだまだ皆さんからの質問お待ちしてます。以上、 N 子に質問コーナーでした。ザ・ N 子ショー、本日もお別れの時間となってしまいました。ちょっといろんな異世界転生系のアニメを紹介したんですけども、日常を過ごしているとまあふともう全然違う世界に行きたいっていうような現実逃避願望といいますか、なんかそういうものって誰にでもありますよね。アニメを見ること、そしてさらに異世界転生系アニメを見ることで、なんかダブルでその現実逃避効果を得られるのではないかと個人的には思いますね。また次回お会いしましょう。またねー。